今回、この記者会見で、発表になったとおり、これだね。そう。根元円。じゃあ、これだね。これです。こっちだ。トリプルシックスボリューム53、根元円以降デビュー10周年記念大会。そうですね。まあ、僕の所属するトリプルシックスで、10周年コールができると。もう本業選手、はい、本業さんの、はい、あれっていうか10回忌を耐えて10年目、はい、10回忌の時に、はい、初めてヤンキーの時に組んだんですよ。そんな昔から、もう実は多分約8年、はい、8年ぶりぐらいですけど、はい、8年かかって、ヤンキーの時にやっとブレイクしてで、しかも10周年っていう、またそのまた10周年ちょうどから始まって10周年、10回から始まって10周年、はい、デビュー10周年、そうそう、ね、まあ、思えばね、そういえば今ありましたね、ライター街で向かってライターヤンキー二丁拳銃結成と当時に同時にヤンキー二丁拳銃ライターというありましたね、ありましたね、黒歴史がさ、黒歴史全く売れなかった、全く売れなかった伝説のライターとか再販しましょう。今はちょっとなってるのかな、安全基準でちゃんとクリアしてるの大丈夫だろう。まあしてるだろうね、ちゃんと。ね、昔はね、硬くなってるからね。その人の本編の話を。はい、すいません。これ記者会見です。記者会見ですね。まあそんな昔話はさておき、この10周年記念大会に、DJW カップの選手権をメインイベントでやりたいと思ってます。はい、まあ、挑戦者に関してはですね、ちゃんと一部か何か、はい、相手も、はい、僕らから指定させていただいて、はい、よしひと石川新也組でお願いしたい。はい、それはどういった意図か、はい、まあ石川新也、この間、はい、僕ら戦って、戦ったばっかりなんですけど、はい、すごい手応えが、を感じて、はい、いい選手だなって、すごい面白かったのがありますし、ちょうど機会があれば、こちらからもまたもやりたい、お願いしたいっていうふうに言ったところだったんで、はい、それ吉本選手については、あの人はまあ結構トリプルシックス何度か出て見たことあるんですけど、はい、結構ふざけたことばっかりやってたんで、はい、たまに真面目な試合をしろと、なるほど、いう意味で、はい、ね、まあそしたら佐々木良氏と足利氏がやったらもう今はね、もう他団体もバンバン出て、バンバン出て各チームですから、各チームとしても素晴らしいチームなので、わかりました。その内容に関してはですね、本人たちも伝えまして、今本人も記者会見の場に来ておりますので、ではお二方よろしくお願いします。つきましては記者会見、いただいてたと思うんですけども、チャンピオンチームからぜひ吉戸選手、石川選手ということでした。じゃあまず石川選手、先日敗れたばかりなんですが、はい、サイドということなんですね、いかがでしょうか。まあそうですね、まあ、この間負けたばっかりですけど、まあ、それがもう関係ないんで、はい、この間の負けを、まあ、生かすというか、はい、まあ、この間と同じようにはならないので、はい、次は必ず、はい、そして吉田選手、そうですね、まあ、さっきからのコメント聞いてて、まあ、100回防衛するとか言ってましたけど、ちゃんちゃらおかしいですよ、本当、ちゃんちゃらおかしい、なんか言ってることがちゃんちゃらおかしい、わかってる、100回なんか防衛できない、お前なめんな、こいつの記念試合でベルト取ったやつを叩き潰した、忘れられないな、記念試合にしたよ、逆に当日は楽しみになりました。要するに何か物足りなそうですけど、まあ俺らはね、こうやって汗びちゃびちゃで、うん、しかしシャワー入っちゃったけど、うん、毎試合そうです、ね、試合の前に、はい、こんだけ練習してんだよ、はい、さっきのタバコの話とかばっかりされてましたしね、タバコなんか普通だな、レスラーじゃないよ、本物のレスラーっていうのはな、タバコなんか吸わないから、どうだろう、小林の人は、あれは知らない、あれ偽物です、あれ知らない、そうだ、偽物あれに教わったのか、いろいろ最近ほら、この中でできた、アブドラ小林が大好きな、アブドラ小林はうちの監督ですよ、あんなことやったらもう本当にコーナーが起こしちゃう、おい、小林ね、まあここで一旦ちょっとマスコミの方に質問だけれども、100回防衛っていうのはやっぱり吉戸選手の中ではかなり2桁発言を、まあ、俺が吉戸選手はちゃんちゃらおかしい、ちゃんちゃらおかしいっていうのは何だろう、おかしいですね、ちゃんちゃらおかしい、ちゃんちゃらおかしい、僕もそう思います。
ットダッシュして当然されたとして何回防衛されますか。まあできるだけちゃんとやらかしいでしょ。ちゃんとやらかしいでしょ。1試合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 帰って1対1はやっぱ100回防衛するじゃまた思い出ないお互い正論だと思いますので、はい、せっかくですので立ち会い人ではありますが、今日は小林さん、まあ、ベルト立ち会いちょっと揉めそうなの真ん中に入っていただきますので、ね、決してあの選手には触らないようにしてくださいね。じゃ小林さん、お二方の決意聞かれたと思うんですが、はい、まあちゃんちゃらおかしい試合にはならないと思います。なら、はい、激しい試合。レスラーはタバコ吸ってなんぼなの。知らねえ。ジャイアンツの馬場さんだって吸ってたの。違う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 違タイトルマッチをさせていただいたこと本当に感謝してます、ね、なんでその感謝の意味でもこのベルトを防衛したいと思います、はい、分かりました。では立ち合いを真ん中で据え置きましょう。はい、宮本さん、そうそう、そうそう、まあ、はい、ここでベルトを必ず取ってやりますから、はい、なぜなら俺たちの方が強い。あー、おっしゃる通りです。チャンピオンチームなんか挑発されてました。いや、どうもパクリですからね。ちゃんちゃらおかしいですよ。パクリはよくねえ。お前が言ってない。パクリはよくない。パクリはよくない。僕たちの、ね、監督の安西先生。安西先生、監督。本物のストロングスタイルを見せてやる。何なんだそれは。何なんだそれは。流行ってる。何なんだこの時点で。流行ってる。この時点で、俺らのほうが勝ってますからね。ちょっと今空気がチャレンジャーチームにあるような感じがしますけど。流行ってる。見せてください。もうないのか。もう俺なんだ。8です。8っていう。いや、面白くなってきました。面白くなってきました。本当に。ないのか。こっちもないのか。それはもう勝ってから。そうですね。やりましょう。やりましょう。小林さん、当日立ち会っていただけると。はい。はい。ギャラ出ないです。ギャラ、ノーギャラです。